ケー始めるよ。はい、皆さんお待たせいたしました。中上の太鼓組の演奏をこれから聴いていただきたいと思います。今日は3曲用意いたしました。1曲目は彩りという曲なんですけれども、今年はねすごいですよ、すごいですよ。あの笛がですね、お母さん方、お姉さん方、綺麗なお姉さん方たくさん揃いまして、今日舞台でデビューでございます。綺麗な音色が聞こえてきましたら割れんばかりの拍手をよろしくお願いいたします。はい、じゃあね、元気よく行ってみたいと思います。1曲目彩りです。よろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。1曲目は彩りという曲で、今年デビューしました。たくさんの美しいお嬢様方のお笛とともにお送りいたしました。はい、次はですね、今度はですねオリジナルの曲を お送りいたします。スサノオノミコトという神様がいらっしゃいます。アマテラス大海の神の弟の神様で、荒ぶる海を神を治める神様で、剣の達人、弓矢の達人ということで、ドラえもんに出てくるジャイアンみたいな性格で、とても暴れん坊な神様をモデルにしてますが、天上界追放されちゃうんですよね、私してね。はい、で地上に降りてきてヤマタノオロチを退治して有名になった神様でございますが、そのスサノオノミコトの剣さばきみたいなのを曲に入れてみました。この曲の一番の見どころはですね、センターの彼、もう太鼓を打って30年ぐらいの顔してますが、実はまだ1年しか経ってないんですよ。最後にね、このスサノオノミコトの雄たけびが聞こえてまいりますが、そこを楽しみにしてください。さあ、準備できたかな、いいですか。はい、では、2曲目です。スサノオという曲を演奏いたします。よろしくお願いいたします。
はい、はい、たくさんのご声援ありがとうございました。行くよ脱げってさはい、最後もう一曲だけやらさせていただいて終わりになるんですけれども、もっと見たいなっていう人はですね、今年はですね赤浜のお祭りにもご招待いただいてまして、8月の10日だったかなに、子どもたちの太鼓と私たちの太鼓と合わせて、赤浜のお祭りでも演奏させていただける機会がありましたのでできましたので、ぜひね、また聞きたいという方がいらっしゃいましたら赤浜のお祭りにも足を運んでいただけると、こうはい、お互いに賑やかになっていいんじゃないかなと思います。はい、で今度最後です。最後の曲はですね、続という曲を演奏といたします。これ結構毎年やってるんですけれども、ちょっと今日はねアクシデントがあってメンバーが少し足りないところもあるんですが、頑張って、力を合わせて演奏してみたいと思います。はい、ちょっと時間にをちょっとください。よろしくお願いします。
所中上の太鼓組でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さん盛大な拍手をよろしくお願いします。はい、では続きまして、中上野の小学生ですね、ポスター表彰を行いたいと思いますので、中上野の小学生の子は舞台の方に集まるようにお願いします。中上の小学生の子は舞台の方に集まるようにお願いします。これから、ポスターの表彰を行います。この後ポスター表彰が終わりまして、その後に大抽選会を行いたいと思います。ポスター表彰が終わった後に大抽選会を行いたいと思います。今年なんですけれども、例年9時交通規制にしてましたが、9時15分交通規制、解除にしております。一応予定では、8時45分、に、集落センターに向けて渡御開始となります。9時15分に交通規制の解除を予定しておりますので、皆さん気をつけるようにしてください。この後、ポスター表彰の後に大抽選会を行いたいと思いますので、よろしくお願いします。これから、ポスター表彰を行います。では第7位西島啓太さん、西島啓太さんいますか？啓太さん、あ、来ましたね、西島啓太さん。はい、7位でございます、おめでとうございます。第7位、続きまして第6位です、遠藤育美さん、いらっしゃいますか？遠藤育美さん第6位です、おめでとうございます。では次は第5位です、石立みなとさん、いらっしゃいますか？石立みなとさん、あ、石立みなとさんですね。はい、おめでとうございます。第4位は石島透子さんです。石島透子さんいませんか？石島透子さん、はい、おめでとうございます。続きまして同率2位ですね、池上ひなさん、片平光大さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。最優秀賞第1位ですね、遠藤志保さん、おめでとうございます。遠藤志保さん、あ、いいですか、上がってもらっても。上がるしかない。第1位おめでとうございます。ポスターの1位です。嬉しいです、ありがとうございます。以上でポスター発表を、おしまいにします。
はい、では皆さんありがとうございました。それでは大変お待たせいたしました。これより皆さんお待ちかねの大抽選会を開催させていただきます。今年も豪華な商品を多数揃えておりますので、皆さんお手元に抽選券をご用意ください。ただいまより大抽選会を開催いたします。皆さん半券はお手元にございますか？時間の都合で何回も呼ばないこともありますが、ご了承いただきまして呼ばれた方は速やかに前に、出ていただければ助かりますので、皆様ご協力をよろしくお願いいたします。ちょっと準備しますのでね、少しお待ちください。